旅チューリップでしたね。なかなかいい曲ですね。なんかベースがなくてもいいかな。ぶら下げないでちょっと。すいません。大丈夫かな。なんか歌うギソってたらなんか歌いやすいと思うんですよ。だからね、いつもベースだと、ね、私がエリアやってもね、あのギャリエリアやってるんですけど、なんか今日はこれ、今日はこれで逆に歌いやすくていいのかなって気になります。今日は。で、小沢さんのアンプを借りてやってます。あ、そう、片身の片身のアンプね。これは小沢さんだと思ってます。じゃあ続いて続いて曲いってみたいと思いますが、順番でガセダリ喫茶店ですか。3940ですか。これはガロでしたっけ。そうですね、ガロです。2人組でしたね。3人ですか。ですか。やばい、すいません、電気もそれで3人ですか。大野聖太郎じゃねえや、大野真澄。大野真澄ですよね。今はその方なんか伊勢正道と大谷の美とやってるやつね、待ってます。フォークの伝道師となるってやってますけどね。なんかこれと同じパンピューみたいなです。まあビリバンバンと同じように皆さんやっていくではやってる方たくさんいらっしゃると思います。じゃあそれでは合成外の作品を見たいと思います。3940ですね。じゃあいきまーす。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、君とよくこの店に来たのさ。わけもなくお茶を飲み話したよ。学生で賑やかなこの店を世界の世界でした。